guys, it's me, Belle. 今日はこのクリスマスメイクをやりたいと思います。クリスマスまであともうちょっとだからね、メイクもそろそろ変えていかなきゃいけないね、というかしゃっくりがすごいんだ今日、なので参考になったらいいなと思います。ではでは早速行ってみよう。 Let's get started。 まずは顔の保湿を顔の保湿をします。保湿に使うのはこのランドケアエッセエンス。今ねしゃっくりが出てるのだからこうなるけど、ちょっとごめんね。ランドケアエッセンスローション使います。これでしっかり、もう本当に恥ずかしい、ごめんなさい。しゃっくり一回始まるとね、1時間2時間ぐらいね止まらないの。保湿をします。そしたら日焼け止め DHC 酸化と Q10 EX ミルクを塗ります。みんながこのメイクチュートリアルの中でずっと私のしゃっくりをね聞き続けることになるっていうね、もうごめんなさいね本当に。日焼け止めを塗ったらもう一回ちょっと軽く保湿をする。そしたら光源堂のアクアファンデーション、これを使ってこんぐらいこれを塗ります。クマと、ニキ、今もう本当にニキビが私大変なことになってて、しかもねこの顔のちょっと右側のとこに一列みたいに並んでてね、はぁ、こんな時もあるよね。スポンジで叩いていきます。でちょっと濃いめのコンシーラーを使って口の周りを、そしたらこのブラウンをまぶた全体にのせていきます。そしたらここからが肝心なんだけれども、このキラッキラのゴールドカラーをここに塗る。あー、しゃっくりが止まらないな。アイブロウパウダーでそのまま陰影をつけちゃいます。そしてアイライナー、上からなぞります。ぼかしつつちょっとこう幅を広くするような感じかな。下にも少しパスね。そしたら私が一番大好きなオマージカネのリップ、まずはちょっと、優しいオレンジ色のリップを塗って、そして赤リップを大胆に、ちょっとだけねちょっとだけこのリップを少しだけ叩く。本
当に血色を良くする程度ね。そして最後の仕上げにハイライト、これをなんとなく今日はちょっと前髪を下ろしてこようかな。ちょっと待ってて。完成！ということで以上、私のクリスマスメイクでした。ポイントとしては、この目の上のゴールドと、ハイライトと、赤リップと、しゃっくりかな。ではでは今日のビデオはここで終わり。もうこんなにたくさん、ずっとしゃっくりしちゃって、ごめんね。よかったらチャンネル登録と、いいねと、SNS、インスタとかツイッターやってるから、ぜひフォローしてね。ではではまた次のビデオでお会いしましょう。I'll see you in my next video.